刃を打つことによって俺が加速するのは変わらない事実なのさ。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。とさあ、今回はリッパー使って遊んでいきたいと思います。精神病院、そして相変わらずの花粉ということで若干鼻声なんですけども、なんか最近いろんなハンターを使ってて、まあちょっと何でも使えるようになろうって練習してるんだけど、こっちから、こっちにいる、絶対。あ、いた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 超越した。練習してるんだけど、おっと、これ構成ミスかしかしここでそこで寝ていく、なんかわかんないけどラッキーだな。まあいいや。いろんなハンター使ってて、まあ久々に使ったね、そのハンターだったらね、やっぱ面白いなってなるんだけど、一周回ってやっぱリッパーがいいなっていう、やっぱリッパーいいわヤイパーが強すぎんだよな本当に。これ今もみんなやったけどね、あれマジ強えよな。ピーロとかもね、推進機のダッシュ面白いんだけど、もう俺刃でいいやってなっちゃうんだよな。ピーロのロケットダッシュがな、壁を貫通したら強いんだけどなって言ってねえ、あれ壁ぐらい貫通してもいいと思うけどね、リッパーの刃貫通するんだったらね。もうめちゃくちゃなこと言ってる自覚はあるよ、大丈夫。でここで炭鉱者、あと調香師が即死だったから、みんなが見捨て的な空気になってんのがね、まあそれもあって炭鉱者に圧をかけに来たんだけど、いいね、もう半分いってるね。まあさすがに炭鉱者追ってんのもろバレだから救助はされちゃうと思うんだけど、まあこれでも調香師が次死ぬと、でかいですね。で、おい、あ、見てるね、いいね。でも、そうなんだよな。ああ、まあ炭鉱者だな、それ強いんだよな。炭鉱者じゃなかったら、あれ緩和したところで、この刃のルートを辿って、どっちみちやれてしまうっていうあれがあるんだけど、炭鉱者に限ってはそんなことはない。強いね。まあだけど、もう磁石ない。時間的にまだ最大2個しか溜まってないから、この刃が溜まったところで落とすわ。ああ、これはまだ無理だな。まあ大丈夫、大丈夫。変な刃振るよりも確実な一発を当ててるリッパーの方が嫌なんだよ。これは俺の体験だ。ちょっとね、 70% 当たって 30% OK、 当たらないなっていう場面で振るよりも 100% 当たるところまで待つリッパーが一番嫌いもう逃げようねえもん、あんな逃げようねえもんな、もう本当に。で、よいしょ。さて、ここで調香師、そこか。なるほどね。あと1回で飛ぶというのに傷の治療しないということはソロと。で、耳が鳴ってんだよな。病院の中から来るのかな。外周はなさそう。そんな、いや、そっから来る。病院の中から、いるいる、一等公開しかない。行きましょうか。おい、おっと、待って、そんな、どここれ。病院の中に行ったか。なら俺、救助も来てるな、多分。来てるね。OK。誰が来てる？技師か。技師が助けに来てる感じだね。OK。大丈夫、大丈夫。問題ない、問題ない。ゆっくりね、落ち着いていく、落ち着いて。落ち着いて、しっかり炭鉱車だけを。多分磁石があと1個くらい溜まってる。これがラストだね、多分ね。で、はい、ここで、切り刃、あ、くっそ、あれもうちょっと、てかなんか、なんなら一等航海士が障害物に当たってたら今の置き刃が当たったんだけど置き刃当たんなかったわ。でもここで一発、もうどうしようもない。これに関してはもう刃を打つことによって俺が加速するのは変わらない事実なのさ。ちょっとかっこいいな。さて、そして残りが一等航海士がついてるね。そこやってんね。一等航海士2回で機械技師がそこと。まあちょっと監視者置いてちょっかいかけていくか。で、これがどこ終わった？ 2 階建てか、多分。ビルの中が終わったんだろうね。あ、終わった終わった終わった。誰が助けに来んのこれ。一等航海士しか助けに来れない。あ、来た来た来た。おめえ、絶対やるかな。お前、ここやるどうせ。おい。これで、バーイ、オッケー。で、たまらず、炭鉱者が飛び。まあ、技師が助けに来るだろうけど、技師ももう1回飛んでるしな、なんなら。あ、飛んでるっていうか、無敵救助ないしな。この辺にいると思うんだよね。さっき調香師ずっとここやってたからさ、ここ何号機上げた後、多分まだこの辺でね、あ、治療してんのか。おっと、ロボがいる。おい、ロボやって、あ、いたな、調香師もちらついてないね、今ね。で、あー、技師が救助に行きそうな感じするけど、まあいいや、ここは調香師行こう。調香師も飛び出しな。調香師確実に一発殴らない。OK、しっかりと殴んない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、この辺りで一発殴っていくか。OK。で、ここで、おっと、なんだ、おい、一発入れる。で、これで半分、OK。一等航海士も次で飛ぶと。いや、いいな、リッパーマジストレスフリーだな。で、これは航海士追ってもいいんだけど、まあ、調香士飛ばしすぎますか。まあ、航海士も飛ぶんだけどね。あ、航海士追えばよかったな。別に調香士、ダウンホーチでよかったな、起き上がるの遅いから。航海士行くか。調香士の場所、なんとなくわかるから、多分。航海士をここで飛ばしますと。さあ、どうする、倒してくるんだったら、ここで終わらせまーす。いいね。マジ、マジ無理だろ。この霧の刃、まんと、かわせないところ、本当にかわせないからね。おい。というわけで、じゃあ、ここで一等航海士くんが終わりと。で、調香士が、多分、ハッチが出るところの、まあ、奥か、側面で倒れてると思うんだよね。
ってかもう時間的にそこまでしか行けないと思うから、病院の中までは行ってなかったから、まあゆっくり探していこうぜ、あと3個だから。あっと待って、そこで終わらすの？その近くにいるぞ絶対。あ、この右奥、右側かこっち側まで逃げてきたかなんだけど、こっち側まではいないな。あ、じゃあ右だな。右の側面で多分へばりついてると思うんだけど、この辺に、あ、いやこの辺までは来てないか。なるほど、手前だ。じゃあ、あ、いた、今頭が見えた、いた、こんにちは。おっと、あれ早く寝起きやがんの早く寝起きやがんの。おっと、あ、マジか、ここの壁ってそんなにすぐ右に曲がれたんだ。なんかしばらく一本道っていうイメージがあったんだけど、普通にね結構曲がれるんだね。というわけで、じゃあここで超更新を飛ばしていきまーす。これで終わりと。あー、まあ義士はハッチで逃げられちゃうかもしれないけど、まあしょうがないね、別にいいや。ほい、オッケー、バイバーイ。さあどこだね。一応瞬間移動に変えてみたものの、ハッチの場所には飛べないっていう。一応行ってみるか。ここか、あ違う、どこだハッチ、あれここ、あ違うわ、もう一個のところだったね。はーい、というわけでね、まあ無事に3釣りということで、じゃあ次の試合遊んでいきましょう。どうも、というわけで2回戦も遊んでいきたいと思います。お願いします。また精神病院か。もう精神病院嫌なんだよな、もうハンターで精神病院って本当に一番嫌なステージかもしれない俺。あ、教会も嫌だな、軍事工場も嫌だな、全部嫌だわ全部嫌だわ。で、あ、そこに2人いるね、傭兵と誰だ、占い師っていうところか、なんかチラッとしか見えなかったけど、あれここ誰やってるこれ、ん、あれいたべこの辺に。あ、調香師か、調香師と、占い師がいたのね。オッケー、これ占い師がまだ袋を使える前に、オッケーで、ここで調香師を使わせて、おい、一発ね、香水のクールタイム、袋で守られちゃうからね、この時間で殴れてたら上出来上出来。ほい、よいしょー、でだ、ここで、あっと、なるほど、そっちに行くのか、行きまーす。いいね、でも立派、霧も存在感たまるから、霧打ってさ、普通に本体殴っても存在感レベル1なのマジ強いよなこれ。あ、かわすけどどうする、戻るか、あ戻るよね。まあでもね、戻ったところでこの道が引いてあるから、つむつむなんだよな強い、どこまでも隙がない、立派マジ強いと思うわ本当。よいしょ、というわけで、じゃあ調香師を1回釣っていく。病院の2回やってるね。まあなんか本当にいろんなサバイハンター使ったけど、てか使えるけど一応、やっぱなんやかんやリッパーがストレスなく戦えるのが、安定して戦える、殺したいなと思う時に殺せるっていうのがでかい。で、耳が鳴ってるね。どこだ、病院の中から来るに1ペリカかけるわ。いや、ここは強気に10ペリカ、ここは強気に病院の中から来るに10ペリカですね。あれどこから来てんの俺。あ、病院中やん、傭兵。絶対病院中来てるよね。はい、オッケー。はい、1ペリカ。はい、間違えた、10ペリカ。待って。半分いけなかった。半分ワンチャン狙えたな、今。ワンチャン半分狙ってもよかったね、あれね。で、まあいいや、ここで傭兵がダブルダウンと。まあ自分は霧で、加速を乗っけて、調光師を追うんで別にいいですよと、強気のスタイル。ウォウォウ。さあ、そこの板残ってるけど、これ、板で。落とす、おい、いいね。リッパーの醍醐味。あの読み合いでね、負けたらね、おいマジかってなるけどしっかり当てれたらね、今の読み勝ちだね。あれは調香師が一回行くふりして逆側に引くっていうフェイントかけたら大丈夫だったね、あれは完全に。さすがに俺そんな対応できない。 OK、まあ、逆にそれを読んで板のところに打っとくっていう手もあるけど。で、調香師の救助はさせたくないんだけど、まあ袋まだ使ってないもんなこれ。あれ、あマジラッキー。まあでも今袋を使ったところで、どっちみち霧のダッシュ残ってるからワンチャン多分届く前に仕留められたと思うんだよな、あの感じだね。強い、あ無理か、さすがに仕留めるまで無理か、ダブルダウンを狙えたっていうところだね多分ね。はーい、もう結構いいペースですぐ殺してってんのに、もう残り2人しか、2人じゃねえわ、2つしかないっていう、結構早いな海斗君は。引き継ぎがちゃんとできてる感じだね。でも逆に言うと、あと2体新規なんじゃない、耳鳴ってる。これはね、どこから来る方分かる、みんな病院の中って思うじゃん、左から来るよ、もう100ペリカかける、左から来るに絶対100ペリカ。こっちじゃないよ、奥だよ、強ポジの方から来るよ絶対。一応こっち見てる、まあ、45点ぐらいやね、45点ぐらい。あっと、これはオッケー。あ、今ダブルダウンいけそうな気したけどな、惜しいな。で、傭兵が残ってしまうと、占いしか傭兵じゃないか、似てんだよなこれ、フード被られちゃうとな。さあ、で傭兵が負傷してるから、まあ最後の袋ね、投げなしの袋だが、しかし刃をしっかり回復させ、おいおい、ギリギリ出なかった刃が、ほい、刃しっかり当てて霧の道を作り、
加速乗せてからここでおい落とす、落とせなかった、落とせなかった、落とせなかった、やばい、やった。あーなるほど、ここ缶詰っすよ。なんだったらここ刃溜まるまで待ってもいいけど、飛んでくれなかったら殴る、止まらないんだったら刃溜まるまで待っても 100% 死んでるっていうね。監視者も置いてるからね相手がね、しっかり待って板を越えてる時にしっかり刃だけ当てるだけでも死ぬからね。ほい、オッケー。で、ラスト参考者があそこと、で、傭兵もいるんだよな。まあ、だがしかしですよ、まあ、言うて残り2個だもんな。これ守ってもいいな、参考者向こうにいるから傭兵の傷の治療もできないと思うし、うん、ここにいようか。耳鳴りしないな、これは助けには来ないか、来なそうな感じするね。うん、絶対来ねえわ。まあ、ここでやってる傭兵かな、多分参考者と違う位置だもんね。うん、傭兵だね多分ね。まあ、傭兵行くか、まあ、2個だもんな。つけられる前にちょっと邪魔しに行こう。いい音鳴ってんね。あ、おいおい、マジかよ、マジかよ、これワンチャン。あ、それはうめえ、読まれたわ、読み負けたわ。それは仲直り、もしかして間に合っちゃうやつじゃないの。ウォウォ、おっと、これは仲直りないんかーい。てか、なんたら今暗号機回してねえし感謝といてる、この安心感ね、この安心感すげえな。いいね、うん、動画がいてもこれは仲直り間に合わないね。というわけで、じゃあ、おわー、すげえ遠くまで行くな。仲間に頼んでね、ワンチャンこの自分が移動してる間に暗号機をつけてくれと。だが残念だったな、君の仲間は今感謝を排除しているんだよほい、よこいしょよこいしょよこいしょ。ラス1どこだこれ。ハッチ待機か、もしかしたら。どうだ、いや久々のリッパー楽しいな。でもやっぱいいよね、一周回ってリッパー面白いわ。リッパーばっか使ってるとなんかうーんってなるけど、一周回ってなんかこうリッパーのこの便利さに気づかれるというか、刃当たんねえよっていう時期がね、誰しも訪れると思うんだけど、もうリッパー以外のキャラ使うとやっぱリッパー強いやってなるんだよでこれ場所的にん、どうだ、こっちか、あ違うのか、なるほどね、この外周から向こう側に行ってる感じのパーティーだね。うん、女神像あたりで合流、あ普通にそこにいたわ、オッケー。でハッチもこの辺にはないから、もう確実に積みと。足早いんだよな、まずな。それは刃当たらん、それは無理、それは無理、もうゆっくりいく、ゆっくりゆっくり追い詰めていくかよ。でワンチャンそこのハッチ狙ってるっていう感じだね。うん、だがしかしそっちに行かせないように回り込む。おお、強引に行く、強引に行く。だがしかしだよ、無理だよ、無理無理無理、もう諦めなって、もう、おえー、オッケー。ってわけでね、終わりと。はーい。というわけで、まあ一応ね、今回ボロい服、リッパーの使ったことなかったから、一応初めてボロい服は使ってみたものの、まあ久しぶりになんかリッパー使うと、やっぱリッパー面白いよねっていうね、感じで、リッパーほんと楽しかったわ。いろんなキャラに言えることだけどさ、なんか久しぶりに使ってもなんか面白いなって思えるっていいよね。そういうキャラが結構多い気がする。鬼ごとでね、戦い方がすごく変わるからね。爽快感だったとかもね。いろんな鬼と差別化できててね、ものすごいなんかそういうとこいいと思うわ。楽しい。というわけで皆さん、最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。今度ね、第5とかの生放送もやろうと思うんで、通知マークをね、入れてもらえると生放送の通知が飛ぶようになるんで、今始まったよみたいな。ぜひ皆さん、ベルマークを押して通知の設定もよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。パイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。